将棋の藤井聡太栄王、竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖イコール21、画道学年の伊藤匠、匠、七段、21の挑戦を受ける、第9期栄王戦五番勝負第1局が7日、名古屋市の老舗料亭、かもめで行われ、先手の藤井が伊藤を破り、地元、愛知で新年度初勝利を挙げた。第2局は20日、 石川県加賀市、アパリゾート下水峡で行われる。写真、対局後の感想戦で、思わず顔がにやける藤井聡太栄王ともに2年生まれの同学年対決。両者のタイトル戦での対決は竜王戦、棋王戦に続き、3度目となった。戦型は角換わり、藤井のエース戦法を伊藤が堂々と受けて立った。中盤の勝負どころを迎えた昼食休憩を前後し、 両者が長考に沈んだ。難解な中盤のねじ合いでは、両者とも一歩も引かないハイレベルな戦いを繰り広げた。最終盤、藤井が終盤力を発揮し、抜け出した。これでタイトル戦は次将棋、引き分け、を挟んで15連勝。約7ヶ月、タイトル戦では負けがない無双状態だ。 大山安治15世名人のタイトル戦17連勝の歴代1位記録も視野に入る。対伊藤戦は11連勝とした。新年度も続く怒涛、怒涛、の前8冠防衛ロードは地元白星で幕を開けた。